must learn.当 YouTube チャンネルではメンバーシップ制度を導入しています。その名もスカラー学者クラスとして、より深く高いレベルの DJ インビやターンテーブリズムを僕と共に研究して極めることを目標とする人を募っています。内容はシンプルに、メンバーシップに登録するとチュートリアル動画でも案内しているエクストラレッスン動画を視聴していただくことが可能になります。もちろん過去の動画も含め、これから制作そして公開される全ての動画が視聴可能です。さらにメンバーシップ登録者に向けた限定動画も随時公開中。価格は約1ヶ月につき2390円で、ご登録日から30日間となります。今後さらにメンバーシップの特典を増やしていくことも考えていますので、ご期待ください。登録方法は画面下のチャンネル登録ボタンの横、または概要欄からも飛べるようになっていますので、どうぞよろしくお願いします。ブログサイトのノートでは引き続き単体のエクストラレッスン動画と動画内での使用音源の購入が可能です。縦フェーダーを使ったスクラッチレッスン後半の動画です。ここからは縦フェーダーでトランスフォーマースクラッチにチャレンジです。まずは前4回後ろ4回の基本パターンからやってみましょう。これもクロスフェーダーの場合と比べてみましょう。全く同じレベルのキレは求めませんが、近づける意識は大事です。3往復にもチャレンジしてみましょう。ミキサーによっては設けられている縦フェーダーのカーブ調整の設定なども、自分のベストな設定を把握しておくことが大事です。次に前3回後ろ3回のパターン、先ほどの4-4に比べたらフェーダーはいくらか楽になるでしょう。3往復もやってみましょう。フェーダー側の手首の使い方はクロスフェーダーとは逆になるので、慣れるまでは難しく感じるかもしれません。続いて前2回後ろ2回のパターンです。これはレコードの動く距離がかなり短くなるので注意しましょう。同じく慣れてきたら3往復もやってみましょう。同じレンジの前1回後ろ2回パターンです。これも3往復でもやります。さらに前2回後ろは速い1回のパターン、フェーダーは均等に、レコード側の手は戻すスピードを素早く、そして立ち上がりもクリーンな再生で行います。どれだけレコード側の手に集中できるかがポイントです。そして前1回後ろは速い3回のパターンです。このパターンではフェーダーのスピードを優先するとかなりコンパクトに動かすことになるので、キレは若干甘くなっても仕方ないです。では少し趣向を変えてディレイの効果を縦フェーダーで作ってみましょう。だいたい4分割ぐらいを目安に、フォワードスクラッチの容量で少しずつ再生音を小さくしていきます。感覚がつかめたらビートに合わせてみましょう。1拍ずつリリースします。
こんな感じで後ろの音を切らずに音を出しっぱなしでやってみるのもいいでしょう。リズムを少し変えて早めていきます。最後は8分音符でもやってみましょう。次に縦フェーダーとクロスフェーダーの両方を使ってビートを消したり出したりするリズム遊びのようなテクニックの紹介です。これはトリックミキシングのドラムポップの動画でも同じようなテクニックを紹介しています。8カウントで説明していきます。まず1はクロスフェーダーで再生、そして縦フェーダーで後ろをオフ。2はそのまま縦フェーダーでフォワード、クロスフェーダーでオフ。この時ビートは3のスネアが来ます。4は再びクロスフェーダーで再生、そして同じく縦フェーダーで後ろをオフ。5も縦フェーダーでフォワード。6はさらにもう一度縦フェーダーでフォワード、続いてクロスフェーダーでオフにしたら7のスネアが来ます。これができたならこのように6のタイミングを倍速チョップに変えたパターンもやってみるといいでしょう。さらに使えて面白い縦フェーダーのアイデアはエクストラレッスンで紹介しています。そのエクストラレッスンの詳細は概要欄からご確認ください。動画内で使用している全ての音源も購入可能ですので、そちらも概要欄のリンクからアクセスしてください。よければチャンネル登録といいねクリックをよろしくお願いします。